投資の高配当銘柄について聞かれてます。高配当を受けたいんですけれども、正しい選び方を教えてくださいというご質問ですね。おすすめはどれなんですかっていうストレートな、ご質問もありますけれども、長期投資の場合、高配当銘柄どういうふうに選べばいいのかと。結論から言えば7%以上のものを選ぶと。あと、手数料が高すぎない。手数料がですね、やっぱり高いっていうのは、証券会社を避ける理由ですね。だから今ネット証券とか、インベスタートラストみたいにですね、手数料は高いんだけれども、例えば、元本の160%、160%ですかね、元本確保とか、そういう条件があったりとか、あと死亡受取人が設定できるとか、そういうのはあるんですけども、基本的にはネット証券、楽天証券とかですね、信頼できるところを選ぶっていうの条件ですけども、そういうところでやっていくと手数料を税金抑えて増やせると。フィリピン、賃貸物件の探し方について質問いただきました。どうやって部屋を探すんですか？